はい、神チームの神の伊藤です。今回は残念なお知らせを皆さんと一緒に共有していきたいと思いますね。そちらの方が一番くじエヴァンゲリオン初号機暴走の発売日変更のお知らせとなっておりますね。こちらもともと5月の4日から順次発売予定であったものが5月の14日土曜日より順次発売予定と変更になりました。もうね、一番くじエヴァに関わらず、もういろんなね、一番くじが、まあ変更っていうかね、もう延期になってきてるんで、まあエヴァもおそらく僕は変更になるのかなっていうふうに思っておりましたんで、まあ想定の範囲内だったのかなっていうふうに思いますよね。まあその背景には製造と物流に世界的な混乱が生じているという感じになっていて、まあコロナ禍なので仕方がないのかなっていうふうに思いますし、まあエヴァのね、この市販のフィギュアとかもどんどんこうずれ込んでいる状態になっているんで、そういった波も一番くじにあるのかなっていうふうに思いますよね。なんですけども、まあ僕はね、ゴールデンウィーク結構ね、もう予定の方がカツカツになっていて、まあ、例えば5月の5日の新エヴァの映画に行ったりとか、まあ、そういった予定で結構ね、パンパンだったんで、まあ、ゴールデンウィークで、まあ、動画撮るのも結構大変だったなっていうふうに思ったんで、まあ、僕としては個人的には5月の14日で、まあ、良かったのかなっていうふうに思いますね。そしてね、もう本当この5月4日に合わせて、まあね、合わせてこの製品っていうかね、この商品を、まあ、販売するというよりもね、もう5月の14日っていう風に少し遅れてでも、まあ、しっかりとね、検品とかしてもらって、いい商品をね、送ってほしいなっていう風に思いますよね。そして改めて皆さんと一緒に基本情報の方をおさらいしていきたいと思います。発売日の方が2022年5月の14日土曜日より順次発売予定。メーカー希望小売価格が1回680円。取扱店舗さんがセブンイレブン、イトーヨーカドー、エヴァンゲリオンストアとなっておりますね。もうね、この一番くじのエヴァンゲリオン、僕も何度もね、動画にしてて、もう激アツだっていうふうにもう言ってますけども、まさにその通りだと思いますし、またね、僕の過去の動画、もちろん概要欄の方に、貼り付けておきますけども、まあ、アソートであったりとか、解消の紹介であったりとか、まあ、そういったのもしておりますんで、ぜひとも過去の動画を見ていただきたいと思いますね。はい、そんな感じで今回の動画を終わりいただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。